そんなダサい格好で僕の視界に入らないでくれる？さあ、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム解説、スタンドマイヒーローズスタマイのゲーム実況配信をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイ、クソガッキーと名付けております。そして改めましてサプテン地方局へようこそと言いますのも、実はこのチャンネルにご新規様で入ってくる検索ワードで見ると、この神楽亜希くんがキャラクター別では一番多いんですよね。もちろん日々変動があるので、それが服部さんだったり檜山さんだったりする時もあるんですが、ま、今日のところは神楽くんがトップだったということで、ご新規様にも楽しんでいただけるように彼のカードストーリーを今回ご紹介していきます。あ、もちろんいつもご覧くださっている方も本当にありがとうございます。さて、そのご紹介するカードはこちらです。レアリティとしては SR のこちらのカード名は可愛いの魔法となっています。でね、その絆ストーリーが2本立てとなっておりまして、君だけだからと魅力的な人っての2本になりまして、その2本目の方、魅力的な人っての方はキャラクターボイス山下誠一郎さんの声付きでお届けすることができます。前半の君だけだからの方は僭越ながら私がアフレコしながらゲーム実況していきますので、まずはそちらをご覧いただこうかと思います。君だけだからです、どうぞ。あ、羽鳥さんと神楽さんだ。華やかな会場で早速2人の姿を見つけて声をかけた。お二人ともお疲れ様です。何かのイベントでしょうか？そして二人ともかっこいい衣装で登場しますね。いや、ゆいちゃん、来てくれたんだね。はい、本日はご招待ありがとうございました。彼女が来るなんて聞いてないんだけど、羽鳥。いや、言っちゃダメですかって言いたくなるけれども、神楽くんもこういう言い方しかできないんだよね。これも彼の良さの一つですよね。あ、彼女も招待したからね。はい、今言ったよ、事後報告。ここもね、羽鳥くんの良さが詰まっています。うわ、神楽さんがすごい顔で羽鳥さんを睨んでる。ここは退散した方がいいかな。でもここで退散してしまうと、この絆ストーリー、カードストーリーは終わってしまうので、そういうわけにもいかないんでしょう。あの化粧品の支援会というのはどこでやってるんでしょうか？早速試してこようと思いまして。会場の地図くらい見てきたよね。こっち。神楽さんが私の手を引いて会場内を歩き出した。なんだかんだで面倒を見てくれるんですよね、ツンデレです。それにしてもすごいですよね、レベルの皆さんで化粧品を出すなんて手広いですね。ほんといつの間に開発してたんだろう。レベルってね、情報屋なのにね。まあ情報屋だから集まった情報を元に作ったのかもしれませんけどね。別にみんな楽しそうだったから乗っただけ。ほら、早く席について。あ、はい。簡易に作られた個室に椅子と鏡があった。椅子に座るとすぐ横に神楽さんがついてくれる。動かないでよ。あ、はい。なんか緊張して動きたくても動けない。個室に二人っきりだもんね。神楽さんの指先が私の肌に触れるたび、呼吸がいちいち止まりかかる。動くなとは言ったけどさ、眉間にシワ入れられると困るんだけど。ずっとその顔でいるなら別だけどさ、こういう言い方しかできないんですけれども、そこに愛を感じますよね。え、シワ寄ってました？おとなしく力抜いて、まっすぐ僕の方向いて。神楽さんの顔が近い、確かに。というか、その端正な顔のどこを見てろっていうの？私の緊張が抜けていないことを察したのか、神楽さんはため息をついた。そんなんで、いつもどうやって化粧してるの？いつもの化粧はこんな端正なイケメンを目の前に化粧してるわけじゃなくて、鏡に映る自分を見てやってるんですって思うでしょうね。どうやってって、その時かけられる時間にもよりますけど、オールインワンで済ませたり、時間がある時は色にこだわってみたり。へえ、それで今回はどっちだったわけ？それは、そうして話をしている間に
神楽さんの手は化粧を施していく。まあ、男性でね、こういうね、女性の化粧をできる人って少ないでしょうし、ましてやね、神楽くん普段はデザイナーさんなわけですから、本業ともちょっと違うわけなのに、こんなこともできるんですね。あれ？もしかして私、自然体でいられてる？ああ、こういう気づかないところに優しさを配るっていうところも神楽さんの良さかもね。はい、できた。鏡で確認して。わ、すごい。いつもの雰囲気と全然違う。まったく、当たり前でしょ。僕がわざわざやってあげたんだから。神楽さん、ありがとうございます。私が振り向いたところで、羽鳥さんがひょっこりと顔を出した。ああ、いたいた。二人ともここにいたんだ。二人だけの時間を邪魔しないように、うまいタイミングできますね、羽鳥くんも。あれ？神楽がゆいちゃんのメイクやったの？はい、神楽さんにしてもらいました。へえ、普通は担当のメイクアップスタッフがやるのにね。こういう言い方するんですね。楽しんでますね、羽鳥くんも。え、そうだったんですか？今度は神楽さんに振り向くと、神楽さんの顔は何やら赤くなっていた。こういうところもね、神楽さんのいいところですよね。可愛いところです。照明のせいかな。そういうことにしてあげましょう。羽鳥、余計なこと言わないで。だってそんな特別待遇普通はないからさ。ラッキーだったね、ゆいちゃん。やこの恥ずかしがる顔とそれを楽しむね、羽鳥くんって、この組み合わせいつもいいですよね。羽鳥、羽鳥さんに突っかかる神楽さんを見ていると自然と笑みがこぼれてきた。確かに、ほんとラッキーだったな。ちょっと、君も何笑ってんの？いえ、神楽さんの特別対応が嬉しくて、つい。神楽さんのおかげで、普段見ない自分を見られました。ありがとうございます。別に。そっぽを向いた顔を再び羽鳥さんにからかわれて、神楽さんはさらに顔を赤くした。いやー、神楽さんの良さがいっぱい詰まったエピソードでしたね。というわけで、君だけだからをまずはお送りさせていただきました。ボイス付きのストーリーじゃないからこそ、羽鳥くんも登場して、その関係性も見えて、神楽くんの良さも見えてきて、いいエピソードでございましたが、続いては一番上に表示されている魅力的な人ってとなっております。こちらはボイス付きになりますので、おそらく二人っきりのエピソードになるかなと思います。山下誠一郎さんの声も含めて楽しんでいただければと思います。それではご覧いただきましょう。どうぞ。神楽さん、付き合ってもらっちゃってすいません。いきなり交際宣言からですか？別に、僕が気になるだけだから。最近は君と出かけることが多いし、みすぼらしい格好をされたくないんだよね。こういう言い方しかできないんですね。みすぼらしい。最近、あまり新しい服や靴を買っていないという話をすると無理やり連れ出され、私は今神楽さんと共になぜかショッピングをしている。まあなんだかんだね、神楽さんの優しさから生まれているショッピングってことね。っていうか、流行に疎いって女として終わってるでしょ。終わらせないでください。まだまだこれからです。でもね、この神楽くんは何でも正直に言ってくれるっていうところはいいところですよね。最近忙しくてなかなか買う暇がなかったんですよ。そういえば毎日遅くまで操作してたって言ってたっけ？うん、心配してくれてますね。話しながら神楽さんが向こうから歩いてきた女性を視線で追いかける。髪の長い綺麗な女性で、私もつられて振り返った。今の人綺麗でしたね。は？何が？今すれ違った人ですよ。メイクも完璧で。それ本気で言ってんの？うわぁ、ものすごく嫌そうな顔してる。だって神楽さんだって見てましたよね。あのセンスはないと思って蔑んでただけだけど、あれは大負けに負けてもマイナス50点。いや、同じ方向を向いていても全然違うことを考えてたんですね。厳しい。あと、あそこで信号待ちしてる女、女呼ばわり。とりあえず神楽さんが指す方を見る。向こうの交差点で信号待ちしているスタイルのいい女性が見えた。わあ、モデルさんですかね。まあまあだけど、スカートとヒールが合ってない。
プラマイゼロ。うん、基本的に仕事目線で見てるんですね。その隣にいる女なんて最悪。何あのショール。それ以外はいいのに、あのショールで全部ぶち壊し。デザイナー泣かせだよ。それに今向こうに歩いていった女は、いやでもこうやっていっぱい語りますけれども、まあ、男性目線からするとこうやってこだわりの強い男子っていうのはこれを聞いてもらえるだけでも安心したりするんですけどね。あの、神楽さんは何基準で女性を見てるんですか？思わず尋ねると神楽さんが理解不能とでも言いたげに首をかしげた。何基準って？綺麗とか男性から見て魅力があるとか。それ僕に何かメリットある？打算で考えてるんですね。目を細め神楽さんがため息をついた。メリットって？衣装の良さを引き出す綺麗さなら大歓迎だけど、ただ外見的に綺麗な女が目の前にいたって僕に何の得もないでしょ。顔とスタイル、それに衣装がマッチしてなきゃ何の意味もない。じゃあ自分好みの顔だからとかそういうのは？だからなんで僕が女あさりみたいな真似しなきゃなんないの？あくまで仕事として見てるんだね。確かに神楽さんならそんなことしなくても相手から言い寄ってくるか。なるほど、モテるのか。妙に納得しながらも少し下せない部分もある。女としては女性としての魅力を見てもらえないのは寂しいですけど、似合う服を着れば自然と魅力的になるんじゃないの？だから今日は僕が直々に君の服を選んであげようって言ってるのに。なるほど、女呼ばわりしてる他の奴らとは違うっていうことでしょうね。これは分かってる？ものすごく光栄なことなんだからありがたく思ってよね。隣にいるわけですからね。あ、はい、それはもちろん。お礼を言いかけてふと考える。神楽さん直々に私の服を選んでくれるのは嬉しいけど、それって私の魅力度アップのため？それとも今の私に魅力が足りないからこっちは口に出すんだね。ああ、君が魅力不足だってことなんてとっくに知ってる。まあ時々驚くほど見違える時もあるけど。出たー、ツンデレ。まあこの辺もね、ちゃんと本音なんだろうなっていうのが伝わってくるからいいですよね。え？なあ、今向こうを歩いてる女、まあまあのセンスじゃない？はぁ、神楽さんが女性を見る目は常にデザイナー目線ってことか。ほっとすると同時に自分の気持ちが分からず首をかしげてしまう。まあでもね、仕事に没頭したくなるっていうのなんか男の性な気もしますけどね。なんでほっとしてるんだろう。神楽さんが女性をどんな目で見ていようと関係ないのに。まあでも確かに恋愛対象として見てないっていうところで安心するっていう気持ちはあるかも。アホ面してないで早く行くよ。あ、待ってください。でもそんな駆け引きのために今のことを多分言ったわけじゃないと思いますけどね、神楽さんも。慌てて神楽さんを追いかけながらさっきの疑問を振り払う。今はもう少し保留にしておこう。どうなんでしょうね。きっとそのうちこの気持ちの正体がわかる時が来るよね。どうでしょうね。というわけでいかがだったでしょうか。魅力的な人ってと君だけだからのね、カードストーリー2本立てでお送りさせていただきました。どちらもね、可愛いの魔法のカード名にもなぞらえた絆ストーリーになっていましたね。そしてね、神楽くんの素直になれないんだけど嘘はつけないところ、まあそんなね良さも詰まっていたかなという感じがいたしました。最後ね、神楽くんのプロフィール画面でも見ていきましょう。神楽明くん26歳のキャラクターなんですよね。だからね、あの主人公と同世代のキャラクターになるので、まあその辺の距離感っていうところもねいいかなっていうのがね、この神楽くんとのエピソードの良さかなと思います。でね、こちらのチャンネルは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。まあもちろん僕がとやかく言わなくても、すでにスタンドマイヒーローズスタマイは素晴らしいゲームであることは改めて言うまでもないんですけれども、さらに男性目線で紐解くことで新しい価値も見出すことができれば嬉しいなという思いで、ゲーム実況配信させていただいております。
お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。すでにご登録くださってる方、高評価くださってる方、コメントまでくださってる方、本当にいつもありがとうございます。そのね、高評価とかコメントとかがその動画が伸びるとかに結構大きく左右されるらしいんですよ。だから日頃の皆さんのおかげでございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。